皆さん、こんにちは。いよいよですね、本試験が間近に迫ってまいりました。日々本当に苦しい思いの中、必死に努力されている皆さんに向けてですね、私からメッセージをお話しさせていただこうと思っています。短い時間お付き合いいただければと思っています。そのタイトルでありますが、司法書士本試験直前、直前期のまず民事訴訟法、これにスポットを当て、その学習方法、これを話させていただこうと思います。その上で最後に応援のメッセージを心を込めてお伝えしたいと思っています。伊藤塾専任講師の高木慎之介です。よろしくお願いします。まずこの直前期、もう時間のとにかくない中で、この民事訴訟法ですね、これの学習についてのポイント、これをお話しさせていただこうと思うんですけれども、やっぱりそのポイントは、民事訴訟だけにこれは限らない話ではありますが、まず適正な範囲ですね、試験に出るその適正な範囲、この部分になりますが、その知識をとにかく合理的にですね、直前でありますから、時間のなかなか取れない中でですね、他の科目もたくさんやらなければいけないこともあると思います。そういった中でやっぱり合理的に記憶、これをする、特にその記憶、これをしないと本試験でやっぱり使える知識、これにならないですから、とにかくコンパクトに、そこを繰り返し繰り返し行って記憶、これをしなければいけないということになります。で、近年のやっぱり民事訴訟法、これの出題、これを見てると、とにかく合格者の得点というのは、5問中ですね、多くて4問、中には3問という方で合格をされているという方もいますが、およそ3問から4問、この出題の部分をクリア、これをすることによって、基準点、合格点、これが見えてくるということになりますから、この3問、4問、これを取るためにというところになりますが、とにかくこの民事訴訟法、この近年はマニアックな知識、こういったものは聞いていません。とにかく平易な問題、これが続いていて、どちらかというと、基礎的な知識ですね、これが中心に聞かれています。必ず入門講座などの授業の中でですね、取り上げた分野、また制度、こういったところが出題、これになっているんだということになりますから、とにかくこの、3問から4問、これしっかり取れる範囲っていうのがまさに適正範囲、そしてそこを徹底して繰り返していく、そしてコンパクトに繰り返していくということが、もう対策の中心、これになっていくということになります。その対策、特にお勧めしていきたいのが、この画面の方にちょっと出しますけれども、お使いになられている方もたくさんいらっしゃると思いますが、受かる司法書士必須3300選、伊藤塾の方から出している書籍、これになりますが、その中のですね、この憲法、刑法、民訴、民事執行、保全書士、供託法編というところからの、そのうち一つですね、民訴。で、この民訴の部分は、この第1編というところの第3部のところの民事訴訟ですね、ここから80ページ、これにかけてですね、80ページかけてですね、民訴の範囲、これがこの構成されているところになります。左側に、アウトプットができる一問一答の形ですね、そしてその右側にそれをまとめたもの、整理表ですね、こういった形でコンパクトに整理しながら、比較区別、これをしながらですね、覚えていけるっていう書籍、これになります。大体入門講座一通りですね、終わっている方、これ初めて今回やりますよというこの書籍をやりますよっていう方が、この民事訴訟80ページですね、この部分を、網羅していくためにですね、最初はひょっとしたら2日3日、かかるかもしれませんけれども、もう2週目とかになるとですね、大体1日ぐらいで、やれば80ページぐらいこう終わっていく、それくらいこうコンパクトにできています。ある程度、もう3週目とか4週目とか、ある程度知識の土台がつかれている方なんかは、もう3、4時間ぐらいでですね、もう一気にこの80ページぐらいこう網羅してですね、もう本当に自分のチェック、知識漏れ、これがないかどうかの確認程度であればこうできてしまいますので、最低でもですね、本試験本番までのところで3週ぐらいですね、今まで1週2週しているのであれば、3週4週目というところになりますが、そのくらい繰り返していただければ、この民訴の特に適正範囲、3問から4問をしっかり取っていけると、この基盤になる知識ですね、この分、これは十分この書籍の方で網羅できるし、さらにコンパクトに合理的にですね、記憶、これを測っていくことができますので、本試験で十分ですね、勝負、これに勝てるということになりますので、ぜひ、こちらの書籍を使っていただいてですね、最後の最後、ラストスパート、これを測っていただければというふうに思っています。頑張ってください。それでは、最後になりますけれども、私からですね、心を込めて、皆さんに最後の応援メッセージ、
これをお伝えしたいと思います。私今日は手紙を書いてきました。直前期を過ごすあなたへというタイトルでですね、手紙を読まさせていただこうと思います。聞いてください。前略、直前期を過ごすあなたへ。試験まで残りわずかですね。最近お会いすることができず残念ですが、体調はいかがですか。くれぐれも風邪など体調を崩さないように過ごしてください。あなたは私の希望なのですから。さて今日、今私は現実に迫る本試験に対する不安、これが徐々に大きくなり焦りも出てくる中で、残りの日々を合格するために身を削り必死に努力をしているあなたの姿を想像しています。ただ直前期って本当に厄介で辛いことの連続ですよね。孤独感は半端じゃないし、社会から阻害されている気分になるし、合格できる保証もあるわけではないし、勉強面でも今までできていたはずの知識が抜けていたり、新たな問題点が見つかってそこをやらなければいけなくなったり、また焦りからか知識が混乱し答えが見えない迷宮に入り込んでしまったり、ただでさえ時間がないのにやることがどん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 出てきて途方に暮れてしまうこともあったりしますよね。それでも前に進むしかなく、必死にやろうとしてもなかなかうまくいかず、どうすればいいか頭を抱え込んでしまうなんていうこともしょっちゅうかもしれません。さらに仕事のことや家族のこと、友人のことなどで問題が生じ、予定していた勉強に時間を割けずに苦しくなり、精神的に追い込まれてしまうこともあると思います。本当に辛いことの連続ですよね。でもね、どんなことがあっても、どんなに追い込まれたとしても、前を向く、頑張る、必死に努力する、このことをあなた自身の物差しでいいからやり続けてください。そして最後の最後まで必ず合格をするという気持ちを強く強く持って、絶対に諦めずにやりきってください。そういえばあなたはこの試験にチャレンジする決意をした時のことを覚えていますか。ダメな自分から決別し人生を変えてやる、独立開業を果たして自分の腕で自分の責任で道を切り開くんだ、社会の中での自分の存在意義を見つけたい、やりがいのある仕事をするんだ、法律家として困っている人や助けを必要としている人を助ける仕事をしていくんだ、そんな自分自身の未来に夢を馳せ決断しこの勉強を始めたはずです。その日から今日まで相当の年月が経ちました。その途中、紆余曲折、さまざまなことがありましたよね。うまくいかず悔しくて悔しくて眠れない日もただあったと思います。でもこうして直前期を迎えています。その夢を実現できる日がすぐそばまで来ているんです。どんな状況になっているとしても本当にあと少しのところまで来ているんです。きつくて辛くてどうしようもないかもしれないけれど、あなたなら最後まで必ずできるはずです。努力は決して裏切らない、そう信じて、強く信じて前進し続けてください。最後に、あなたは多くの人に支えられ応援をしてもらいこの勉強をしています。ご家族や恋人、友人、講師、ペットに励まされているなんていうこともあるでしょう。私自身も受験時代は家族の支え、友人の応援がありました。そして結果が出て合格を報告したときに喜んでくれた姿は一生忘れることができない思い出になっています。時を経て今私はあなたを応援する方にいます。そこで感じたことなのですが、応援している人というのはただただあなたが心の底から喜んでいる姿を見たい、そう思っているだけです。あなたがどれだけ辛い思いをしてどれだけ必死に戦っているのかが分かっているからです。頑張ってきた自分を信じ、応援してくれるすべての人のために絶対合格しましょうね。以上です。私も最後の最後まで皆さんを応援し続けます。本当に最後まで諦めずに頑張ってください。そして合格を祈っております。